皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日は三義正常の歌を使って崩し字を解読しましょう。三義正常です。まずこれです。これは見るという漢字を崩したものです。ただしここでは仮名として使われていますので、見と読みます。 次は「よ」そして「し」さてこれですがこれは野原の「の」という漢字を崩したものですこれは「能力の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます これは山です。次は野。さて、これは秋という漢字を崩したものです。これは風という漢字を崩したものです。 これは小さいですね。これは夜という漢字を崩したものです。これは後衣室の甲、ふけるという漢字を崩したものです。これはくのように見えますが、上にくねっと縦棒がありますので、 これは、天という漢字を崩したもので、てと読みます。私たちが使っているてというひらがなの元の漢字が、この天です。これは、布という漢字を崩したものです。ひらがなのゆのようなところに注目してしまいますと、分かんなくなってしまいます。全体を見ていきます。と、ふと読みます。 付近の府。これはるです。これは。にんべんに左という漢字を崩したものです。佐藤さんのさですね。さと読みます。これは登るという漢字を崩したもので。とと読みます。 こここのの部分が一つの漢字です。これは寒いという漢字を崩したものです下の「くね」というところを離してしまいますと天国の手となりってしまいますので注意してくださいここの部分がひらがなです「く」です 次は、衣という漢字を崩したものです。これは、うです。これは、つ。これは、なすのなです。なす高原のなという漢字を崩したもので、なと読みます。 これはりです。さて、これまで読んできた歌を、上の句と下の句に分けて書いてみましょう。まず、上の句です。このように書いてあります。もう少し読みやすく改めてみましょう。三好のの山の秋風さよふけてとなります。次は下の句です。 このように書いてあります。改めて見ますと、古さと寒く衣もうつなりとなります。それではこの回のおさらいです。まずここにありました。これは見るという感じで崩したものでしたね。 カナとして使われていますので、ミと発音するんでした。見るのミ、見るミ、ミ、見るミ、ミ、ミです。次はこの特徴的な形をしているものですが。 これは能力の「能」という漢字を崩したものでした「能」と読みますね能登半島の,の「能」あるいは「能力の「能」ですね「能力の「能」と覚えてください「能」これも「能」です次はこれです これは天という漢字を崩したものです。手と読みます。天丼の手。これも手です。これも手。そしてこれも手です。これは布という漢字を崩したものでしたね。 ふと読みます。季、え、風、ー、とかふきんとかですね。ふ、えー、と読みます。ふきんのふふふふ。ゆというものが目立ってしまいますね。でも、 上のものと合わせて、ふと読んでくださいね。これは、人弁に左という漢字を崩したものです。佐藤さんのさ、さと読みますね。佐藤さんのさです。さ、さ。 次はこれです。これは登るという漢字を崩したものでしたね。かなとして使われる時ときはとと読みます。登山のと、登山のとです。どうですか。これもとです。 これは、那須高原の那という漢字を崩したものでしたね。那と読みます。那須高原の那です。れのように見えるものは注意ですね。左側の部分の画数が多いですから、れこのれとは違います。那です。 それでは他のバージョンで読んでみましょうさてこれですまずこれですこれは「美しい」という漢字を崩したものですここでは仮名として使われていますので「み」と読みますみこちゃんの「み」ですね「くみこのみ」「みねこのみ」となります これは竜の落とし子のような形をしています。これは与えるという漢字を崩したものです。これが崩れていくと私たちが使っているこのひらがなの世になります。これが死です。次は野原の野という漢字を崩したものです。 これはのですね。そして山。この特徴的な字は目に焼き付いていると思いますが、能力の能という漢字を崩したものです。仮名として使われていますね。のと読みます。これはあです。 次は、世のように見えますが、たえー、横棒がですね、えー、左から右に突き抜けてから縦棒があります。これは、支えるという漢字を崩したものです。ただし、かなとして使われる時の読み方は、木です。手辺をつけると、ぎ、人弁をつけると、歌舞伎の木となります。この支えるという漢字は、木の音に相当します。 これは風という漢字を崩したものですさてこれは人弁に左を崩したものでしたね佐藤さんのささと読みますこれはよです先ほどの支えるという字とよく見比べてみてください 微妙な違いを区別のポイントにしてくださいね。これは富士子の富、峰富士子の富ですね。富士屋の富、不可能の富です。富と読みます。これは会という漢字を崩したものです。かなとして使うときはですね、けと読みます。 これはミカドという字ですね。帝王の手。これはフです。これはひなどのような形に見えます。これはですね、田んぼに糸類類系の類です。カナとしてルと読みます。 これは、さと読みますが、左という漢字を崩したものです。左という漢字を崩していくと、このひらがなのさになっていきます。これは、とです。これも二行目の先頭と同じです。人弁に左。 佐藤さんのさです。かなとしてさと読みます。これはですね、無理やりの無ないという漢字を崩したものです。下の四つの点が一本の線になったものですね。無と読みます。これは。 アルファベットの L に似ていますが、重心がやや左下に行ってしまいましたので、えー、迷うと思いますが、これはくと読みます。ひらがなのくの元の漢字は久しいという漢字です。この円の中の形は久しいという形が崩れているものです。これはこです。 次は、ロ。これは、毛という漢字を崩したものです。かなとして、もになりますね。これは、うつという漢字です。これは、ナス高原のなという漢字を崩したものです。なと読みます。 長いですがこれは礼お疲れ様でした次回はさっきの大草女慈恩の歌を使ってくずし字を解読しましょうそれでは皆さんまたお会いしましょうごきげんようさようなら。